弾道ミサイル、弾道ミサイル、弾道ミサイルは大気圏の内外を弾道を描いて飛ぶ大地ミサイルのこと。弾道弾とも呼ばれる。弾道ミサイルは最初の数分の間に加速し、その後完成によって、いわゆる弾道飛行と呼ばれている軌道を通過し、目標に到達する。世界初の弾道ミサイルは第二次世界大戦中にナチスドイツが ベルナー・フォン・ブラウンに依頼し開発した A4V2 ロケットである。液体酸素とエタノールを燃料とする。このミサイルは、対戦中に3000発以上が使用され、主にロンドン、アントウェルペンなどへの攻撃に使われたが、戦局を変えるには至らなかった。開発者は、ヨーロッパから北米が、攻撃可能な射程を持った大型二段式ミサイルへ、銃の開発も進めていたが、 完成せずに終わった。大戦終結後、ナチスドイツの技術は戦勝国によって持ち出され、これをもとにそれぞれの国で独自の研究が始まった。アメリカやイギリスがした完成品の打ち上げテストで満足している中、ソ連だけは熱心に研究を進めていた。ソ連はドイツに残っていた資材を用いて、自国で V に A4 を生産したほか、改良版である。 R-1、SS-1A、拡大版である R-2、SS-2、ソ連の独自技術を加えた R-5、SS-3 が、コロリョフ設計局を中心に次々と開発された。この後、コロリョフ設計局はより大型化した、大陸間弾道ミサイル、ICBM である R-7、SS-6、R-9 SS、 SS-8 を開発し、ソ連領内から北米を射程圏内に収めるようになる。これらのミサイルはまだ信頼性が低く、また少数が配備されたに過ぎないが、大陸間弾道弾の出現は、当時まだ大型ミサイルがなかったアメリカをパニック状態に陥れた。この後開発された r 十六 s s 七が1962年に大量配備され、 ようやくソ連の各攻撃能力が実効性のあるものとなった。V2A4 の設計をもとに、常温保存が可能な液体燃料を使用する別のエンジンを備えたミサイルが、R-11、SS-1B であり、スカット、スカット A の NATO コードネームが与えられた。R-11 は、さらにエンジンが改良された、R-17、 SS-1C スカット B となる。R-17 はソ連の軍事援助によって各地に輸出され、その後の多くの紛争で使用されたほか、リバースエンジニアリングによって誕生した多くの派生ミサイルの先祖となった。アメリカにおけるロケット関連の研究は、戦争直後は低調であった。空軍のマタドールやメース、海軍のレギュラスのように、 アメリカはむしろ有力の巡航ミサイルの開発に熱心であった。しかしながら、アメリカに渡った部位に A4 開発チームの主要メンバーであるフォン・ブラウンとドルンベルガーラは陸軍と組んでロケットの開発を続けており、1959年にはアメリカで最初の弾道ミサイルであるレッドストーンが西ドイツに配備されている。一方、大型化にあたっては、 まず、レッドストーンの後継として、空軍の総と陸海合同のジュピターが隠されたが、後に海軍は計画から振り、独自に固体燃料のポラリスを開発する。その後国防総省の決定で、中、長距離弾道ミサイルの管轄が空軍にまとめられることになり、ジュピターもまた空軍のミサイルとなる。ジュピターは1959年にトルコとイタリアに、 ソアーは1958年にイギリスに配備された。1957年のソ連の R-7 配備と人工衛星スプートニク1号の打ち上げはアメリカ国内にスプートニクショック及びミサイルギャップ論争と呼ばれる政治的議論を発生させた。1960年アメリカ合衆国大統領選挙において民主党候補者のジョン F ・ケネディはミサイルギャップの原因として 共和党の国防政策を強く批判し、勝利の要因の一つとなった。ところが、ケネディ政権の国防長官、ロバート・マクナマラは、ミサイルギャップはそもそも存在せず、むしろアメリカの方が、弾道ミサイルの開発、配備数どちらも、ソ連を大きくリードしていること知った。共和党の候補者、リチャード・ニクソンは、ユーマイナスニなどの情報収集に支障が生じることを、 恐れて反論しなかったとされている。V2A4 の発展計画の一つに、水密の大型キャニスターに収めたミサイルを U ボートで北米沿岸まで曳行し、発射するというものがあった。実現はしなかったが、潜水艦から弾道ミサイルを発射するアイデアがかなり初期から検討されていたことがわかる。ソ連は1959年に R-11、 SS-1B を改良した R-11FM を開発し、これをズール型通常動力潜水艦に搭載して、史上初の潜水艦発射弾道ミサイル SLBM とした。その後アメリカで原子力潜水艦 SSN が開発され、ポラリス A-1 ミサイルが実用化されると、このミサイルを搭載するジョージ・ワシントン級潜水艦発射弾道ミサイル。 東西原子力潜水艦 SSBN が1960年に実戦配備される。米海軍の SLBM はこの後、ポーセドン C-3 からトライデント D-5 進化している。SSN の開発に遅れを取ったソ連では、ヤンキー I 型と R-27、SSN-6 が収益したのは1968年になった。また、イギリスと フランスも SLBM を自国の核戦力の主力としており、イギリスはアメリカからトライデント D-5 を購入して、バンガード級原子力潜水艦に搭載し、フランスは自国開発の MSBSM-45 ミサイルを搭載したルトリオンファン級原子力潜水艦を運用していい。中華人民共和国も独自に開発した巨老一号 SLBM を搭載する夏、 主や型原子力潜水艦を運用している。1962年には中距離弾道ミサイル、IRBM の R-12、SS-4 がキューバに配備されたことを契機として、キューバ危機が発生している。キューバ危機の間、デフコン2が発令され、北米配備の ICBM である、アトラス、タイタン I、試験配備が始まったばかりのミニットマン I と、イギリスに配備された、 ソアー IRBM、トルコ、イタリアに配備されたジュピター IRBM は実際に発射準体制に入った。ソ連でも R-7 が発射台上で待機状態となり、キューバに配備された R-12 が発射準備体制に入った。このような状況はキューバ危機の時が最初で、以後はそのような事態は発生していない。アメリカで 最初の ICBM がアトラスである。アトラスは1959年に配備され、1965年まで使用されている。この後、タイタン、ミニットマン、ピースキーパーが開発されている。ミニットマン E とピースキーパーはマーブとなった。一方のソ連では R-36、SS-9、UR-100 SS、SS-11、RT-2、 SS-13 から MRUR100、SS-17 MR、R-36M、SS-18 SS に至ってマーブ化されている。スタート E によって R-36M が退役した後は、単弾頭の RT-2PM1、M 2トーポリ M が配備されている。ソ連では、道路移動式 ICBM として、初期の RT-21、 SS-16 から現在の RT-2PM、SS-25 までが開発されいる。中国はソ連から提供された R-2、SS-2 をもとに弾道ミサイルの開発を進め、1964年に核実験に成功すると、核弾頭装備の東風2号が1966年から配備され、大韓民国や日本を攻撃する能力を得た。 続く東風3号で、グアム、東風4号で、ハワイ、東風5号でついに中国西部から北米を攻撃する能力を得た。東風3号は1988年に通常弾頭に変更されてサウジアラビアに売却されている。1970年代から弾道ミサイル技術は中小国も取得できるようになった。ソ連のスカットに代表されるアンカナ。 短距離弾道ミサイルはイラン・イラク戦争や湾岸戦争でも実戦使用された。1980年代には北朝鮮やイラクなどで弾道ミサイルの開発が進展し、それらの国からさらにインド、パキスタン、イランなどにも製造技術が拡散した。北朝鮮は弾道ミサイル技術の輸出を重要な外い獲得手段であると明言しており、パキスタン、イラン、エジプト、 リビア、イエメン、シリアにスカート発展型の弾道ミサイルを輸出している。2007年時点で45カ国が弾道ミサイルを保有していると見られている。このような弾道ミサイル技術の広まりに対して、拡散に対する安全保障構想、PSI 構想が実施されるようになった。弾道ミサイルの特徴としては、長射程、効果、低い命中精度が挙げられる。 弾道ミサイルを撃墜しがたい理由にはいくつかの要因がある。一箇所に据え置いている発射台方式やサイロ方式は別にして鉄道上や道路上を移動できる移動式弾道ミサイルや海中を移動できる潜水艦を利用した潜水艦発射弾道ミサイルイカ回イ数 LBM は射装置自体が必要に応じて移動するため発射する前に発見するのが困難になる。 潜水艦発射弾道ミサイルは、偵察衛星からその姿を発見するのは困難になる。先行中の潜水艦に対しては、ゴーサイン、標的、発射する日時は、超波無線通信を使った暗号で送られる。実際に、衛星のない時代には、ナチスドイツの部位にロケットはトラックに牽引されて、運ばれる方法だったため、配線まで一度も発射前に発見。 妨害さされれたたこととがなかったとされる。弾道ミサイルは発射後しばらくほぼ垂直に上昇して、徐々に燃料を燃焼させて切り離していくことで、大気圏を越えた後に、大気圏にて誘導装置のついた弾頭が、徐々に向きを変えて目標に落下するように制するという、仕組みになっている。北朝鮮の場合はミサイルが、スカットノドンスダ弾化で、 射程距離は大きく異なるが、発射直後の時点には発射した、方角自体は分かっても大まかな落下点さえ分からない段階である。そこから、ある段階で、弾道ミサイルだった場合は、大気圏を越える垂直の弾道を描いていくので、発射したのは弾道ミサイルだと確実な断定ができるようになる。さらに、日本の方向に発射された弾道ミサイルが、日本海、日本を越えた、 太平洋、国土、領海のどれかなどの最初の落下点予測は、敵の弾道ミサイルの発射から数分後の大気圏での誘導装置による高目標に向けて、弾道ミサイルが調整段階にある時にある程度判明する。J アラートはこの段階で、日本の領土、領海に落下する可能性があると判断した場合には、この時点で何かしらの落下してくる。 可能性が例でないエリアごとでかなり幅広い範囲で警報がなされる。これは発射後にミサイルの弾頭を大気圏で誘導装置が調整し出した早い段階で詳細な落下予測前に誘導装置の故障での調整段階での落下地点からの移動、迎撃時の破片の落下の可能性にも備えさせるための警告ができるシステムでもあると評価されている。基本的に 弾道ミサイルの原理は最初の数分間加速した後は完成で飛行するというだけである。つまり最初の数分間で到達した速度によって着弾地点はほとんど決まる。加速終了地点から着弾地点までの距離が短ければその差はそれほど問題にはならないが弾道ミサイルは数千キロメートル単位で飛ぶためその誤差は徐々に大きくなり着弾地点では 大きな差となってしまう。よって、弾道弾が長射程になるほど、その誘導装置は高度な技術が必要で効果となり、開発国の技術レベルが、国家の戦略にも影響を与える。命中精度の指数であるセップ、半数必中海は100メートルから2キロメートル程度で、優秀であるほど兵器としての運用の柔軟性を持つ。米ソ、ロシアの保有する ICBM は1万キロを超える。 射程であるにもかかわらず、セップは100から200メートルである。セップが優秀であれば、弾頭威力が低くとも目標に対して、十分な破壊力を発揮することができる。弾頭威力が低くても構わないということは、その技術があるという前提ではあるが、弾頭の小型化を図ることができ、弾道弾の搭載量が十分であれば多弾頭か、MRV を行うことができる。誘導技術が、 さらに進歩するならば、複数個別誘導を再突入隊、マーブが可能になり、さらには大力弾頭で大雑把に、広範囲の施設を破壊するだけの、カウンターバリュー戦略から、軍事目標を選択して、重要な拠点のみを攻撃する、カウンターフォース戦略に選択肢を広げることが可能となる。この誘導装置の能力、命中精度から、 目標を破壊するための所要威力が算定され、その威力を発揮する核弾頭の小型化が困難であれば、弾頭は大型化し、弾道弾のペイロードを食い潰すために必然的に単弾頭化し、射程も短くなる。弾道ミサイルには、艦船や特定施設であるレーダーサイト、港、空港、原子力発電所、司令部等を通常弾頭で命中を期待できるピンポイント、 攻撃能力はない。北朝鮮は保有する弾道ミサイルの誤差が 1km ほどであり、弾道ミサイルと核兵器をセットで開発して敵目標の壊滅効果を高めている。弾道ミサイルを原子力発電所など特定の施設に狙って撃ち込まれるという誤解があるが、そもそも命中率が低いからこそ弾頭に核兵器を積んで目標の誤差などを無視して、 攻撃目標を殲滅させるのである。価格は極端に差があるため一概には言えないが、例えば、アメリカ海軍が使用する潜水艦発射弾道ミサイル、イカエス LBM とライデント D5 は1機3、090000ドルと公表されている。アメリカ海軍が現在調達を進める戦闘機、FA-18E、F スーパーホーネットが3、500万ドル。 世界で3000機を販売することで、調達価格を抑えることを目的として開発中の F-35JSF の余価が3、0レレレレレドルと言われる。戦略核兵器の整備が、軍隊をもう、ワンセット揃えるほどの高額となる理由である。ミサイルを兵器として使用するにはこれだけではなく、ミサイルの整備、ICBM であれば、ミサイルサイロの建造、運用費用、 SLBM であれば、潜水艦にかかる処費用、さらに言えば、それを護衛する潜水艦にかかる処費用と一つの、システムとして稼働させるには、天文学的な金額が必要である。それに対して、弾頭の重量は、数百キログラム数トン程度であるため、通常兵器として使用するには、費用対効果の面から見た場合最悪と言える。しかし、湾岸戦争時のイラクのように、 旧式で命中精度も劣る弾道ミサイルを心理作戦に用いる場合もある。これらの特徴から弾道ミサイルは戦略兵器としての意味合いが大きい。核兵器を搭載した大陸間弾道ミサイル ICBM や潜水艦発射弾道ミサイル SLBM は安全な自国内及び周辺から敵国確実に攻撃することが可能という状況を作り出すことで 互いに攻撃できない相互拡張破壊による抑止力で自国の安全を保障しようとする。過去には通常弾頭の弾道ミサイルが使用されたこともあるが、これは敵国民の感情を煽るのが目的と言える。弾道ミサイルによる攻撃だけでは敵国を占領できるわけでもなく、敵戦力を削ることもほとんどできないため実際のところダメージは少ない。 しかし弾道ミサイルは事前に危険を知らせることがほぼ不可能でいつどこに飛んでくるかわからないため敵国民に預かる心理的な影響は大きい。基本的にはロケットと同じ構造であるため通常の衛星打ち上げ用ロケットとして転用されるものもある。例えば衛星打ち上げ用タイタンロケットは ICBM として開発されたものが衛星用に転用されるものであり。 そういう図型ロケットは、宇宙船を核弾頭に積み替えるだけで、弾道ミサイルに転用できた。ミサイルの弾数は、SRBM、準中距離弾道ミサイル、以下 MRBM 程度だと1段、IRBM だと2段、ICBM では、液体燃料の場合2段、固体燃料の場合3段が多い。逆に自国の技術で衛星を打ち上げられる国は、事実上、 ICBM 技術を持っているとみなされる。特に火器燃料と保管の問題から、固体ロケットによる打ち上げ技術を持つ国は注目されることになり、ミューロケットの技術を持つ日本も、また例外ではない。ミサイルの弾頭は、容量や重量が限られるため、核兵器、化学兵器をはじめとする大量破壊兵器を搭載することが検討される。特に長距離弾道弾については、 大気圏外から落下してくるものであり、速い降下速度による空力加熱のため、弾頭は高温となる。このため、生物兵器や化学兵器を搭載しようとすれば、これらが無力化しないような工夫が必要となる。高い清掃圏より落下してくる弾頭は、再突入体と呼ばれ、その形状は空気による減速が適度で、落下方向がブレずに安定する、要円水型をしていて、 空力加熱による高熱から内部を守るために大熱素を備える。弾道ミサイルに搭載される複数弾頭には MRV、MARV、MARV が挙げられる。核弾頭の小型化及びロケット技術の向上による大水力化により一機のミサイルに複数個の弾頭を搭載できるように言った。これはミサイルの効率的な利用ができるほか、 迎撃ミサイルに対する回避手段としても有効なものである。はじめに MRV、マルティプルリーンドトゥリービークル、複数再突入隊が開発された。MRV は同一目標に対するもので、核弾頭は似たような軌道を取る。ポラリス A-3 は MRV であり、3個の弾頭を搭載している。マーブは複数個別誘導再突入隊などと呼ばれるもので。 これは文字通り複数の弾頭を装備し、それぞれ別の目標に対して攻撃が可能な弾頭である。マーブや MRV を導入するには核弾頭の小型化技術が必要で、21世紀初頭現在で多弾頭化された弾道ミサイルの開発に成功した国はアメリカ、ロシア、中国のみで、フランスはアメリカの技術協力を受けて MRV を開発し、 イギリスはミサイルをアメリカから購入している。マーブは、機動式再突入隊と言われる。これも文字通り再突入時に迎撃を回避したり、命中率を高めるための弾頭であるが、あまり使用されていない。これら複数弾頭のミサイルは、再突入隊の分離時、本物の核弾頭の他に、デコイやチャフなど、ペネトレーションエードと呼ばれる敵の迎撃を困難に、 するための格乱手段を備えたものもある。ただ、重量の軽減のため、風船のように内部が空洞のでこいは空気の希薄な清掃圏でのみ有効で、空気抵抗の大きい大気圏に落ちてくる頃には、本物とは違った軌道を取るので地上の迎撃側では容易春別できる。冷戦集結によって、弾頭の搭載数を米蘇双方で減少、制限されており、 これらの新たな兵器開発も停止されている。燃料は初期の頃には国によらず液体燃料が使われていた。現在では西側諸国では固体燃料が東側諸国では液体燃料が主流となっている。初期の液体燃料は酸化剤に液体酸素を用いていたためにミサイルに搭載したまま保存しておくことが不可能で発射命令が下ってから 燃料注入を行い、実際に発射体制になるまでに数時間かかり、速応性に問題があった。現在の弾道ミサイルに使用される液体燃料、非対称ジメチルヒドラジンと4酸化に窒素の組み合わせなどの場合、ミサイルに搭載したまま長期間の保存が可能である、ため速応性に関しては、固体燃料との差はない。現在において液体燃料と固体燃料の差は、 気水力と毒性、安全性、それにコントロールのしやすさである。液体燃料は固体燃料より気水力が大きいためミサイルの弾数は固体燃料に比べ一段少ないの一般的であるが、その代わりに燃料は有毒で二種類の燃料が混ざっただけで、発火するため取り扱いには注意が必要である。それに対して固体燃料は弾数が一段増えてしまうものの、 固体であるため付近で火災などない限り問題はなく、その点は液体燃料に比べ優れている。また、固体燃料は一度点火したら水力の調整も何もできず、最後まで燃えてしまうが、液体燃料は燃焼量の調整により、速度のばらつきを抑制できるため、固体燃料よりも命中精度は高いとされる。ただし、誘導方式にも左右されるため、 液体個体の違いによる大きな差はない。戦略核兵器が使用される状況、すなわち核攻撃下における確実な反撃を考えるならば GPS や無線誘導などは誘導方法として考慮されない。なぜなら最悪の場合大統領が専用機 E-4 日 P ナショナルエマージェンシーエアボーンコマンドポストからの 発射命令を下すだけというケースもあり得るためである。故に GPS やロランといった広報支援を受けない完全なスタンドアローンが求められる。そのため現代においても INS やアストロトラッカー、転速広報装置による誘導がほとんどとなる。通常弾頭の対地ミサイル、兵器や軍事施設を目標としたもののバイレーダーや赤外線で目標を捉えるが、 弾道ミサイルによって運搬される弾頭、再突入体自体にはエンジンなどは搭載されてないため弾頭がミサイルから切り離されて大気圏に再突入を開始した後の軌道変更は不可能であるエンジンなどを搭載したマーブと呼ばれるものも存在するが例外的。しかしながらその誘導精度は高く最も性能の高いアメリカ製 ICBM Peacekeeper は セップにおいて90メートルという数値を持つ。これは単純な相互拡張破壊、マットによる破壊力の追求から軍事目標を攻撃する能力が求められるように戦略そのものが変化したためで小型化によって多弾頭化を果たしつつ、威力の低下、W87 熱核弾頭で300キロトンがあっても高火サイロを格納した ICBM ごと破壊することが可能となっている。 300プシーの爆風に耐える高サイロが、目標の場合、セップが500フィート、152メートルであれば500、キロトンの弾頭威力であっても99%以上の確率で破壊できるが、5000フィート、1524メートルになると1メガトンの弾頭では12%、5メガトンの弾頭を使用しても34%でしかなく、セップが1万フィート、 3048メートルともなれば、ほぼ不可能となる。アメリカ海軍が使用するトライデント D5 ではさらに、命中精度を高めるため GPS を併用した誘導システムの試験が行われたことがある。これは、通常弾頭の使用を考慮して行われた試験で、あると言われるが結局費用対効果の面から不要と判断されたのか実用化には至っていない。 長射程の弾道ミサイルと宇宙ロケットとの基本的な構造の差は少ない。大雑把に言えば、大射程の弾道ミサイルから弾頭を外し、代わりに小規模な上段ロケットを追加すれば、衛星打ち上げ能力を獲得しる。世界初の人工衛星スプートニク1号を打ち上げた R-7 は SS-6 の改良型であり、アメリカ初の人工衛星エクスプローラー1号を 打ち上げたジュノー1は、レッドストーンの改良型である。また、今日においても、ロシアのロコットやアメリカのミノタウロス4など、現役を支持づいた弾道ミサイルを回収して、衛星打ち上げに転用するケースは、珍しくない。しかし、平時に、商業目的で打ち上げられる宇宙ロケットには、弾道ミサイルのような即応性は求められず、前述の弾道ミサイル転用タイプを除けば安価で、 毒性がない液体水素や液体酸素などが用いれている。これらはロケットへの重点に長い時間が必要であり、敵の先制攻撃への対応能力がなきに等しくなるため兵器としての使用はほとんど不可能である。これに対し、サイロや車両、艦船など限られた保守体制であっても発射可能な状態で保管しなければならない。 弾道ミサイルは、経済性や安全性に目をつぶってもお得だが、常温保管可能な推進剤を選択たり、推進効率が落ちても、固体燃料を選択することになる。宇宙ロケットにも、固体燃料を使うものはあるが、打ち上げスケジュールに合わせて、経済性を優先して生産される。経済性や効率を無視してでも安定して、長期間の保管が要求される軍用のミサイルとは、 成分製法価格に違いがある。双方に求められる性能も宇宙ロケットは、非水力や、経済性や信頼性であるのに対し、弾道ミサイルは即応性やメンテナンスの容易さなどとなる。と、年に数機の建造ながら確実な打ち上げを求められ、さらに有人ミッションであれば要求される、安全係数が跳ね上がる宇宙ロケットは、積み荷の値段の差がある。 弾道ミサイルは弾道飛行サーブオービタルスプスフライトと呼ばれる軌道を飛行する。発射後、まず燃料をすべて使って最高 1000km 以上の遠地点高度まで上昇。スペースシャトルの周回軌道は高度0から 400km 程度、その後完成で飛行し、その位置エネルギーを速度に変換しながら落下する。通常のボールなどを飛行機などから落としても、 空気抵抗があるため思いのほか速度は伸びないが、弾道ミサイルは上昇時に与えられる速度エネルギーと高高度による位置エネルギーによって地上到達時の速度が秒速数キロメートルにまでなる。すなわち、遠地点での高度こそ高いものの、スペースシャトルや人工衛星のような速度、軌道には到達しない。さらにその弾道にも大きく分けて2つのタイプがある。 弾道ミサイルの発射母体には、サイロ、潜水艦、列車、車両などがある。ロケットの発射台と同じく地上に設備を作って、そこから発射するもの。初期にはこのようなものが作られたこともあったが、偵察衛星や偵察機から容易にその実態をつかむことが可能である。また、発射台にミサイルを備え付けておくと雨風にさらされる。 ため常に備え付けておくことはできず、発射するときは数日から数時間前には、発射台に備え付け、発射準備をする必要がある。偵察衛星により24時間の監視が可能になった。あとは、発射前からその様子の変化を捉えられ、攻撃機や爆撃機が侵入して攻撃、あるいは敵国から巡航ミサイルが撃ち込まれると、ミサイルは発射前に破壊されてしまう。また、 破壊しなくともその様子が知られれば敵軍は限界体制を取り、マスメディアにその情報を流して牽制することも可能なため、現在弾道ミサイルでこの方法をとっている国はほとんどない。北朝鮮にあるテポドンの発射台はこの方式であったため、アメリカの偵察衛星に発見され、実際に発射前から情報が写真とともに民間に流されており、現在では Google Earth でも 東計129度40分、北緯40度51分にその姿を確認することができる。ミサイルサイロは地下に作られた弾道ミサイルの基地である。サイロは偵察衛星などで容易に発見されてしまうが、サイロ自体が非常に強固な構造となっているため、かなりの近距離で核弾頭が爆発しない限り破壊されることはない。また、慣性誘導の精度は、 発射母体の位置をどれだけ正確に把握できるかが鍵となるが、サイロの位置は当然のことながら正確にはされているため、弾道ミサイルに搭載される、完成誘導装置の精度は、他のものに比べ必然的に高くなる。そのためサイロに格納された弾道ミサイルは主に、敵ミサイルサイロなど高い命中率が要求される。印に対して使用される。ミサイルサイロからの発射は通常ホットローンチ。 方式であり、ミサイルを発射する際にロケットエンジンから出る強い炎や気流によって、サイロの内部機器が損傷され、相当の修理が必要になるか、再利用することが不可能になる。そのためソ連ロシアの R-36 やアメリカのピースキーパーでは、コールドローン地方式と呼ばれるエンジン点火前に、ミサイルの本体を圧縮空気などでサイロ外に射出し、サイロ外で、 ロケットエンジンに点火させる方式を採用している。水中にいる潜水艦は陸上のミサイルサイロや列車、車両に比べ格段に発見されづらいため攻撃された際も一番生き残る可能性が高いが、その反面時間の正確な位置の測定が困難であるためサイロにベルト命中精度は低めである。これらの特徴から SLBM は攻撃を受けた際に 敵国の都市に対する報復攻撃を行う手段として認識されている。その任務上、常時水中で待機している必要があるため通常は原子力潜水艦が使用される。当初は発射時に潜水艦が水面に浮上しなければならなかったが、現在では直接水中からミサイルが発射される方式となっている。列車や発射台付き車両も移動ができるため比較的、 発見されがたいが、陸地にいるため、潜水艦などより発見されやすい。V2 ロケットではこの方式で、発射台がトラックに牽引されて移動して発射してた。ミサイルを搭載した車両は、大型の特殊車両であり、移動の自由度は、思いのほか低くなる。移動すると、自置の正確な測定が困難になるので、サイロに比べ完成誘導の精度は低くなる。 湾岸戦争では、イラク軍が、この種の発射台に搭載されたスカットを使用した。本物の車両に加え、多数のダミーも使用されたため、米軍はこれを捕捉するために、大量の戦力を投入したにもかかわら、成果は思うように上がらなかった。そのため、この種の兵器の実用性が確認された、R-17、SS-1C。1950年代には、 航空機から発射される弾道ミサイル、空中発射弾道ミサイルも研究されていたが、コスト及び技術面の問題により実用化には至っていない。なお、このタイプのロケットは人工衛星打ち上げには有効で、ペガサスロケットが実用化されている。現在ある弾道ミサイルは以下のように分類することができる。ただしこの分類は厳格な定義ではない。 MRBM を分類に入れない場合や、SRBM、i r b m までをまとめて、戦域弾道ミサイル、TBM と呼ぶ場もある。現在のところ厳格に定義されているのは、米図艦における ICBM のみである。など。弾道ミサイルは、発射から極めて短時間で着弾する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。